ミナンカバウジンとは、インドネシア、西スマトラ州の高地に住んでいる民族集団である。ミナンカバウジンは、母系社会として有名であり、財産や土地は、母から娘に相続される。一方、宗教的儀式や政治においては一部で女性が、重要な役割を果たすとはいえ、男性が中心となって行われる。西スマトラ州を中心に400万人が、 居住していると考えられているが、300万人以上が、インドネシアやマレーシア半島部の都市に居住している。ミナンカバウジンは、厳格なイスラーム教徒である一方で、アダットと呼ばれる現地に生き残る慣習も、大事にしている。彼らの慣習は、イスラーム到達以前より生き残っている。精霊信仰に起源を持つ。現在のイスラームとアダットの関係は、 アダットはイスラーム法を基本としており、イスラームはクルアーンをもとに成立しているという言葉で、除述される。ルマガダン。西スマトラで顕著に見られる、ミナンカバウ人の住居ミナンカバウという言葉は、二つの単語の合成語である。すなわち、勝利を意味する、ミナンと猛牛を意味するカバウである。 ミナンカバウジンと対立していた王子が教会をめぐる争いを行っていたという伝説がその名前の起源とする。その伝説によると戦いを避けるために2頭の水牛を争わせることを現地の人々が王子に提案した。王子はその提案に賛成しその戦いには大きく最も凶暴な水牛を戦わせることとした。一方、ミナンカバウジンは ナイフのように切れ味が鋭い角を持ち、飢えていた赤ちゃんの水牛を戦わせることとした。戦いになると、赤ちゃん水牛は、ミルク欲しさに、大きな水牛の後を走り回った。大きな水牛は、赤ちゃん水牛に対し、恐れを感じなかったため、赤ちゃん水牛を、自らのお腹の下に招き入れてしまった。赤ちゃん水牛は、お腹の下に入り込み、上を見上げると、 その鋭い角で大きな水牛の胸を破裂させてしまい、大きな水牛は死んでしまったという。ミナンカバウジンの伝統的住宅をルマガダンと呼ぶ。ミナンカバウ語で大きな家を意味する彼らの住宅の屋根は、まさしくこの伝説の赤ちゃん水牛の角をモチーフとしている。西スマトラ州の位置ミナンカバウジンのこっち。紀元前500年頃には、 オーストロネシア語族がスマトラ島に到達されたとされる。オーストロネシア諸語を話す人々は台湾から東南アジア各地に広がったが、ミナンカバウ人もその一派である。そのため、ミナンカバウ語はマレー語との親近性が高い。しかしながら、マレー語とミナンカバウ語が同一の祖語から分裂したことは明らかであるが、マレー文化と ンカバウ文化との間の正確な歴史関係はよくわからない。20世紀までスマトラ島の住民の大多数が高地に居住していた。スマトラ島の高地には人々が住むには快適な空間、すなわち豊富で新鮮な水、豊穣な土壌、赤道直下にもかかわらず冷量な気候、金や造毛のような商品価値の高い産品が用意されていたからである。 ミナンカバウ人が居住する高地は、稲の水耕栽培に適しており、他のスマトラ島の住民や諸外国の人々が、ミナンカバウ人が居住する地域と接触する以前に、稲の水耕栽培が発展していた。アディティアワルマン像、アディティアワルマンが1347年から1375年の、アイバ、ミナンカバウ人の居住する高地である、ダレックに、 王国を建国したと考えられている。王室のシステムを現地に導入したことにより、ミナンカバウ人が居住するスマトラ島の高地も暴力や紛争に巻き込まれるようになった。また、結果としてミナンカバウ人の存落が二つの政治伝統に分割された。ボディチャニア語とコトピリアンと呼ばれる。アディティアワルマン以降、16世紀までは、 ミナンカバウ人を統治する王室の権威は、三つの王という形で認識されるようになった。三つの王とは、世界の王を意味するラジャラーム、アダットの王を意味するラジャーアダット、宗教の王を意味するラジャイバダットであり、この三つの王の統治体制をラジオチゴセロと呼ぶ。ミナンカバウの王たちは、カリスマを帯びており、 金の採掘や貿易から獲得された利順の数パーセントを受け取っていたとはいえ、村々の運営に対しては十分な権威を持っていなかった。あくまでも、王は、ミナンカバウ人のこちである、ダレックと彼らが、こちから、海岸部へ移住されて新たにミナンカバウ人が住むようになったランタウを二つのアダットによる、統治システム、性的なダレックと、動的なランタウをまとめ、 繁栄の象徴としての機能であった。16世紀半ばになると、アチェ王国がミナンカバウ人が利用していた海岸に侵攻した。その目的は金を取得するためであった。また、ミナンカバウ人がイスラームを受容したのもこの頃である。ミナンカバウ人が初めて西洋人と接触を持ったのは、1529年のフランス人の航海者である、 ジーニラウール・パルメンティアによる航海の時である。オランダ東インド会社がミナンカバウ人の居住地で最初に金を獲得したのはもっと時代が下った1651年のことであり、その場所はパリアマンであった。しかしオランダ人は後に貿易の場所をパリアマンから南のパダンへと移した。アチェ王国の干渉を避けるのが目的であった。 1663年、オランダは、ミナンカバウジンとの間に、アチェ王国に対する防衛条約を締結し、その見返りとして、ミナンカバウジンとの貿易の独占権とパイナンとパダンに貿易拠点を確保することとなった。オランダ人は、海岸部における金と、その他の産物を主とする貿易に満足していたため、ミナンカバウジンの主な居住地域である高地に分け入ることはなかった。 1781年から1784年の相場第四次英乱戦争においてパダンがイギリスの支配下に入り1795年から1819年にかけてのナポレオン戦争において再度オランダはイギリスからパダンを奪還している18世紀の後半頃からミナンカバウの王の経済的基盤であった金が枯渇し始めてきた ほぼ同時期に、ミナンカバウの各地において、農業産品が主要な輸出商品として栽培が開始された。特に、コーヒーの生産が活発となった。1803年には、パドリーと呼ばれるイスラーム求心派と従来の王族勢力の間が衝突した。1815年には、王族勢力の多くがパドリーによって殺される事態となった。 このような情勢を受け、オランダは、パドリ勢力との衝突を回避することができなくなり、最初の攻撃は、1821年4月における、オランダによるパドリの村の攻撃であった。ここに、パドリ戦争と呼ばれる戦争が始まった。トゥアンク・イマーム、ボンジョル・パドリ戦争の第一段階は、1825年に、終了した。オランダは、パドリの指導者であった、トゥアンク・イマーム、 ボンジョルとの間に敵対関係を終了させることと、現地に派遣されていたオランダ軍をジャワ戦争に派遣させることを内容とした協定を結んだ。1830年にジャワ戦争が終了すると、強化されたオランダ軍は、前の戦争と比較すると、より効果的にパドリを攻撃することが可能となり、 1837年のボンジョルの捕獲と間もなく実施された流刑によって、パドリ戦争はオランダの勝利で終わることとなった。ミナンカバウ人が住んでいた地域はオランダの植民地となり、公共交通は改善されることとなった。一方で、オランダによる経済的搾取が強化されることとなった。ミナンカバウ人の土地には新たな教育制度が導入されることとなり、 ミナンカバウジンは近代的な教育制度を利用することができるようになった。20世紀になると文化的、政治的側面でナショナリズムが台頭することとなり、1908年の反租税法反乱、1927年の共産主義者による創造が起こった。第二次世界大戦の間はミナンカバウジンは日本の統治下に入った。 1945年8月、日本が降伏をすると、インドネシアは独立を宣言した。オランダは、半永久的に、オランダ領東インドの支配を続けようと気としたが、最終的に、1949年には、ミナンカバウ人の住む地域は、インドネシアの中央スマトラ州として、インドネシアの一部を構成するようになった。1958年2月、 スカルノによる中央集権主義と親友的政策に対する不満がミナンカバウジンの間で醸成されたこともあり、プリーと宣伝する反政府勢力による反乱が勃発した。1958年4月、インドネシア国軍は西スマトラに侵攻を開始し、翌月には主要都市を占領した。ゲリラ戦が展開されたが、 そのゲリラ戦も1961年には終焉を告げた。最終的には、ジャワ人を中心とするインドネシア国軍、警察、文民が、ミナンカバウの行政権を奪取することとなった。中央集権化は、スカルノの後を継いだスハルトによっても継続された。インドネシア政府は、インドネシア全域を、ジャワ島の農村システムである、デサ制度を導入した。 1983年には、伝統的な、ミナンカバウジンの農村システムである、流りシステムは、より小さな序論単位に細分化された。このことによって、農村における社会的、文化的監修は破壊されることとなった。スハルト失脚後は、行き過ぎた、中央集権化は緩和されるようになり、西スマトラ州は、流りシステムの再構成を認められた。 マラピサン伝統的なミナンカバウにおける修士である、田んぼにおいて、ミナンカバウの世界観とその慣習を知ることが可能である。ミナンカバウにおける修士は、オーラルヒストリーによって、ミナンカバウ人が文字を持つまでは紡がれてきた。ミナンカバウ人は、はじめは、マラピサンのそばに船で着いたという。ミナンカバウ人の人口が増え、水資源が乏しくなるようになると、 マラピ山周辺の斜面や渓谷に移り住むようになった。このミナンカバウ人が最初に住んでいた地域をダレックと呼ぶ。ダレックは現在のリマプルコタ、タナダタール、アガムによって構成されている。田んぼではこの航海でたどり着いた人々はアレクサンドロス大王の子孫であると主張する。ミナンカバウ人は世界で最大の母系社会を形成している。土地や 住宅のような財産は母から娘へと受け継がれる。学者の間で議論となっているのは、母系社会による相続制度の起源をミナンカバウジンのディアスポラに求めている。ミナンカバウジンの男性は、マレー群島から財宝を探しにあるいは、商いを求め、コチを立つようになる。7歳になると、ミナンカバウジンの少年は、親元を離れ、スラウに住むようになる。 スラウトは宗教施設と共同体の中心的施設である。そこで少年たちは宗教とアダットを学び、ティーンエイジャーになると故郷を離れ、勉学に勤しむ、あるいは社会的経験を積み、成人すると故郷へ戻り、少年時代に獲得した経験を共同体へ還元していく。多くのインドネシアにおける都市や町では、 この伝統に基づいて、ミナンカバウ人の共同体が形成されているが、各地に散らばった共同体とミナンカバウ人のコ地との中体は強い。とりわけ、マレーシアのヌグリスンビラン州では、ミナンカバウ人文化の影響が色濃く残る。故郷を去ってからもなお、弁学に重心を置く。この伝統によって、ミナンカバウ人はインドネシアにおける。 教育界の中心的な役割を果たしてきたし、多くの人材を輩出することとなった。ミナンカバウジンを出自とする大臣も多く、初代副大統領であるモハマド・ハッタをはじめ、インドネシアにおける、初代女性大臣も、またミナンカバウジンの学者であった。また、飽きないお行とする人々が多いことと、相まって、ミナンカバウジンはインドネシアにおいて、優秀な詩人、作家、政治家、 学者、宗教的指導者を輩出してきた。ミナンカバウ人が敬虔なムスリムであるため、彼らの多くはイスラームの教えの理想像を現代社会に導入しようとしてきたし、その上彼らの知的素養がミナンカバウ人の民族的な自尊心を寛容してきたこともあり、インドネシア独立においてミナンカバウ人は大きな役割を果たすこととなった。今日では、 自然と環境を融合させた観光が、西スマトラ州における、経済活動に、重要な経済活動となりつつある。インドネシアの結婚式ミナンカバウジンの祝祭は、以下のようなものがある。伝統的なミナンカバウジンの音楽は、サルアンジョ伝ン,ンと呼ばれる。この音楽は、伝統的な竹笛であるサルアンとタレンポンと呼ばれるドラによって構成される。 皿を使った舞踊であるたり、ピリン、傘を使った舞踊であるたり、パユンも行われている。シュラットのデモンストレーションも行われている。ランダイとは、演奏、歌唱、踊り、演劇、シュラットが協力して構成される伝統的な舞台である。ランダイは、伝統的な儀式あるいは、祝祭の際には、日常的に開催されている。 園形劇場において、ランダイは開催され、監修と演者が一体となる。典型的なミナンカバウの村では、砂糖キビや足の小物、金や銀の装飾品、織物、木工品、刺繍、陶器、金工品を作成している。ルンダン典型的なミナンカバウ人の料理は、米、魚、ココナッツ、葉野菜、唐辛子を使う。特別な場合を除き、 肉類を用いることは限られていて、牛肉と鶏肉が主に摂取される肉類である。豚肉はハラルではないため使用されることはまずなく、一方で羊、ヤギ、猟獣も稀に摂取される。辛味がミナンカバウ料理の特色であり、香草とともに唐辛子、ターメリック、生姜が使われている。 野菜は1日に2回いしは3回の食事で摂取され、果物は主に旬のものを摂取されるが、バナナ、パパイヤ、柑橘類は1年中入手が可能である。1日に3回の食事が、ミナンカバウジンの標準的な食事スタイルであり、昼食が最も重要な食事とされている。もっとも、ラマダンの際は、例外であり昼食は、摂取できない。 食卓は、ご飯、揚げた魚、ココナッツミルクが中心であり、朝食と夕食の際にはこれに、若干のバリエーションが加わる。菓子類に関しては、田舎に居住するものよりも、むしろ、都会に居住するものが摂取することが多い。西洋料理が、南カバウジンの食卓に登ることはない。ルンダンは1年に4から5回は食卓に登る機会の、ある。 典型的なミナンカバウ料理である。その他の有名な料理では、アサムパでソトパダン、サテパダン、デンデンバラドがある。食事はミナンカバウ人の儀式において中心的な役割を果たしている。ミナンカバウ料理はインドネシア人の間では人気も高く、インドネシア国中にミナンカバウ料理のレストランがある。 西スマトラ州の州都の名前にちなんで名付けられた、ナシパダンを掲げた店では、多くのミナンカバウ料理を食べることが可能であり、ナシ、カパウを掲げている店では、ナシパダンと共に、ブキティンギ郊外のカッパウのミナンカバウ料理を食べることが、できる。ルマガダンとは、ミナンカバウ独特の外装を施した、水流の角型をした屋根の先端部分を持つ、建築様式の住居である。 ミナンカバウジンの家屋は、ゴンジョンを持つ家屋と持たない家屋とに区別される。さらに、コトピリアニ様式とボディチャニア語様式の二つに分類される。その分類様式は前者には、家屋の両端あるいは一方の端が、他の部屋よりも床が、少し高くしつらえたにないし三階から構成される、特別な部屋である、アンジュンを持つ。ルマガダンを理解する上で理解が必要なのは、 南カバウジンの社会が、母系社会であり、家屋の持ち主が女性であるということ、また、夫による、通い婚が、なお残ることである。ルマガダウンの内部構造は、公的空間と私的空間に区別される。広間が玄関を入って正面に設けられ、奥に入るほど私的空間となる。玄関を入って、正面の採用部に、台所が設けられ、最も私的な空間となる。 正面の左側は、女性のための空間であり、最も左翼の一番良い場所に、最も若い末娘と子供のための部屋が設けられる。部屋の数は構成員によってまちまちであるが、平均で6から7部屋となる。したがって、結婚した順番より、最も左翼から台所に近い中央部に、それぞれの部屋の持ち主は移動することとなり、女性は、 再生産の年齢を過ぎると使用していた部屋を娘に、譲渡し、母親は広間あるいは台所の片隅で過ごすこととなる。ミナンカバウジンは、オーストロネシア語族に属するマレーポリネシア語派のミナンカバウゴを話す。ミナンカバウゴは、マレーシアのヌグリスンビランマレー語との類似性が強い。ヌグリスンビラン州は、ミナンカバウジンの多くが移住した地域でもある。ミナンカバウ語は、 いくつかの方言グループに分類することが可能ではあるが多くのミナンカバウ人にとってその方言を区別することは容易である。方言の相違の多くは発音のレベルであり、また一方で語彙のレベルの一部にも見受けられる。ミナンカバウ語における方言は地域的なものによって生じており、その相違の理由をそれぞれの村の習慣や伝統の相違に求めることが可能である。 それぞれの村において生じた方言は、南カバウを母語にする人にとってすれば、そのわずかな相違をすぐ見抜くことができる程度のものである。多段方言が、南カバウ人の異なる地域に住んでいる、人々の共通語になりつつある。南カバウ人の社会では、異なった社会ット場面での二言語の使用をしなければ、ならない状況にある。日常会話の場面においては、 ミナンカバウ語を用いる一方で、公的な場、すなわち、教育現場、あるいは親戚や友人に手紙を書くような局面に立たされた場合はインドネシア語を使用している。ミナンカバウ語はもともとアラビア文字から派生したジャオイ文字を使用していたが、19世紀になるとラテン文字化が進み、1976年にはミナンカバウ語の表記はラテン文字で標準化された。 ミナンカバウのモスクミナンカバウ人にとってアニミズムは重要な構成要素である。それは16世紀にミナンカバウ人の社会にイスラームが浸透してからも変わらない。とはいえ、ミナンカバウにおける宗教を論じる上で重要な視点は在来の精霊信仰が外来のイスラームの思想との対立をいかに同一化していったかという視点である。 ミナンカバウのイスラーム化がほぼ完了したのは18世紀末のことであり、この時点では、アダットは社会的調和をイスラームは自己と宇宙秩序の調和の達成に貢献するもの、アダットとイスラームは対等の相互関係を形成し、一つの分離できない構成要素であった。この関係が変わるのは、1803年にはハーブ派の影響を受けた。 はじみスキンをはじめとする三人の浦間がメッカからの巡礼から帰国したことによる。当時のミナンカバウ社会は経済的には繁栄をしていたものの、その反動として道徳的には大敗していた。そのことはミナンカバウ社会にアヘンや賭博が横行していたこと、レイプ、殺人、強盗、人身売買といった犯罪が多発化していたこと、また、 商人間のトラブルも多く発生していた。ミスキンたちはイスラームの競技を前面に押し出し、未ンカバウ社会に蔓延していた社会的大敗を追放しようとした。この運動のことをパドリ運動と呼ぶ。パドリ運動はオランダの介入を受けたことにより挫折を余儀なくされたが、アダットはイスラーム基礎を置き、 イスラームはクルアンに基礎を置くということわざに現れているようにイスラームの教義がアダットの最高のカテゴリーとしての永遠なる自然の法則の中に統合されたことを意味するのである。インドネシア、エスポピュレーション、エスニシティアンドレリジョニン。 A Changing Political Landscape Institute of South East Asian Studies ISBN 98億1230万2123号ドン。レーモンド G, Esnologue, Languages of the World, Dallas. ンターナショナル、h t p コロンスラッシュス h t t p w w w e t h n o l o g u e c o m w e b a s p 2 0 0 8年2月1日閲覧。ブラックウッド、イブリン、ウェブスオブパワー、ウィメン、キン、アンドコミュニティインエ、スマートロンビレッジ、ロマンリトルフィールド、ISBN0847699110、マイクシック。 ジョン、フロム・メガリス・ツー・トゥーム・ストーンズ。ザ・トランジション・フロム・プレ、ヒストリー・ツー・アー・リー・スラミック・ピリオド・イン・ハイランド、ウエスト・スマトラ。インドネシア・アンド・ザ・マレー・ワールド32 19、191、ドイ、10.1080、136九3981兆420億32万134、ドビン。クリスティーン・エコノミック・チェンジ・イン・ミナンケバー・ワズ。 エファクターインザライズオブザパドリー・ムーブメント、千七百八十四から千八百三十、インドネシア二十三一三十八、ドイ十点二三零七、三百三十五万八百八十三、A B C D E F G H 前田敏子、母系社会のジェンダーインドネシアロハナクドゥストソの時代、ドメス出版、二千六年、ピアニッシモ二十九から五十三。 ISBN4 から810706729。アブドーラ、トーフィック、アドットイスラーム、アンエグザミネーション・オブ・コンフリクト・イン・ミナンケバーを。インドネシアに、124、ドイ、10.2307、335753、レード、アンソニー、アンインドネシアン・フロンティア。 アチェーニーズア,アザーヒストリーズオブスマトラ。ナショナル・ユニバーシティ・オブ・シンガポール・プレス。ISBN 99億7169万2988。サマーフィールド。ページーズ48から 49ABC。D. リポエット。ヌアー・アイ。アグス。ズール・カーニン。インジル。ファディール。モスルール。ムクタール・ワッタナ・ペンパイ・ボーン。ナイアナ。ワラク・ビスト。マーク・エル。 コンテンポラリーミナンケバオ、フードカルチャーインウエストスマトラ、インドネシア。アジアパシフィック・ジャーナル・オブ・クリニカル・ニュートリション10、10、ドイ、10.1046、J1440 から6 0 4 7 2 0 0 1 0 0 2 0 1 x ウィテン、パトリック・ワールドフード、インドネシア、メルボルーン。 ロンリー・プラネット、ピアニッシモ、183、ISBN1 から740590090、応援、スリ、インドネシアン・リージョーナル・フード・アンド・クッカリー、フランシス・リンカーン・リミテッド、ISBN0711212732、AB ・アンワール、ケーダー、ランゲージ・ユーズ・イン・ミナン・ケバーを、ソサイティ、インドネシア・アンド・ザ・マレー・ワールド8、5563、ドイ、 十点一零八零零三零六二八四八零零八七二三七八九 a b キャンベルジョージ・エルコンペンディアム・オブ・ザ・ワールズ・ランゲージズラウトレッジ ISBN 零四一五二零二九八一 a b c d e マエダ・ピアニッシュ八十六から九十二以下は翻訳元の英語版に掲示されていた参考文献です。ありがとうございます。